皆さんお疲れ様です。今日はね、ネットフリックスの、話をしようと思って動画作ってます。今日気づいたんですけど、海外の方ではですね、値上げやってるみたいですね、1月から。で、私がね、契約したのがね、2017年の3月ぐらいだったんで、まあ1000円ぐらいだったと思うんだよね。気づいたら2000円近くなってて、と思ってですね。で、日本もまたこら来るなっていう感じですよね。海外から先に値上げするのかな、あちらの方からね。いや、気づいたら値段がこんなに、1回、2回、3回目っていう、まあ2回なんだけど、今は。で、3回目なるとしてるんですけど、すごいな。で、一応ね、証拠なんですけど、プレミアム、これ、あれってこんな値段だったんだろうかと思って、1980円だったんですけど、気づいたらね、まあ確かに内容も濃くなってるし、逆に、CM 入れたら安くしますとかね、逆に入れてもいいんですけどね、テレビみたいに。まあ CM を見るので安くしますとか、そういうプランも作ってくれたらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。普通のテレビみたいにね、 CM 入れる分安くしますと、企業から取るからっていうね、そういう、まあスキップはなくてもいいじゃないですかね。面白いオリジナル動画は結構あるし、逆に CM 入れていいのはこれいいですよとかさ、なんかこうチェック入れたりチェック外したりとかね、この動画を見るには CM 見やすんで安く、値段が固定でめんどくさいか。まあなんかそういうこう値段を下げる方向もね、ネットさんの方もね、考えてもらってもいいのかなって。こう気づいたらもう2500円3000円ってなってくると、ちょっときついのかなっていう風に、まあ下げる代わりにこういうのもプランも作りましたみたいなのも作ってもらってもいいのかなっていう感じもするんですけどね。そういうのは話はないのかなって、広告サポートされている、一応下げましたと。ここなんか Hulu さんもなんか合ってるみたいですね。ちょっと、寂しいですけど、気づいたら、値段が上がってる、上がるかも、日本でもということですかね、いう話でございます。まあちょっとね、持ってる方はね、見てらっしゃる方はちょっと寂しい話なのかなっていうことですけど、まあ皆さんはどう思いますかね。ありがとうございました。